皆さん、こんにちは。衆議院議員の原口和朗です、えー。令和2年1月14日、えー、石垣市から、えー、朗読を、次長平和、核開発の時代に問う、庭なるものに引き継ぐために、うんえー、第12章、人間の安全保障、枝野幸男さん、うん、代議士ですね、当時、今立憲、 民主党代表、そして当時はですね、民主党憲法調査会長でありました。じゃあ、沖をですね、これ、これになりますか。でっかい貨物船が通りますね。それでは、第12章、昨日の続きを始めます。これツイッターに あれしてませんかねもう一回やった方がいいかな。皆さん、こんにちは。衆議院議員の原口和宏です。えー、次長平和、核開発の時代に問う、今日は、えー、第12章うん、枝野幸男さんとの対談です。始めます。平和憲法の特別史は、かえって、 危険というところからスタートします。海、このまま映しときます。枝野、あの時代状況の中で平和憲法とネーミングし大事にしてきたという歴史的な事実は高く評価します。ただ、九条とは同じではないにしろ、実は九条と、九条一項と似たような条文は実は日本に限らずあるんですね。 それから日本人だけが平和を求めているのではなくて、北朝鮮だって一般の国民は平和を求めているだろうし、イラクの人たちだってそう、アメリカだってイラク戦争をやりながら、国内ではそれに対するかなり有力なアンチテーゼが存在している。だから、60年前と違って、今はあえて特別視し,しすぎると、かえって本来持つ普遍性が 見えにくくなっているのではと危惧します。もともと憲法は国民の生命と財産を守るための道具、つまり平和を守るための道具なんです。その理解をもっと深める必要があったのではと思います。面白いですね。九条だけが特別なんじゃないんだと、他の国にも同じようなものがあるし、 逆に言うと、これは普遍的原理だって言ってるわけですね。原口。なるほど。その歴史的な経緯は大変評価するけれども、あまりにも特殊な意味を込めてしまって、普遍化していく努力が片一方で、おろそかにされてきたのではないか。そういうこともできますね。世界の戦後の歴史は、戦争の違法化の歴史ですしね。今日、まさにですね、 1>, 1月3日に起きたスレマニ長官の殺害、米軍による殺害についてですね、攻撃ですね。その攻撃についてトランプ大統領は自らこの攻撃が急迫不正のものであったとは限らないと言っているようですね。それはおかしいんですよ。自衛のための戦争はもういろんな条件を付した上で 限定的に認められているだけなんですね。どんな国も。国連憲章のもとでは。そして、自衛のための戦争は、窮白不正の脅威に対して、他にこれに代わる手段がない場合、そして国連の平和のためのですね、集団安全保障が動き出すまでの間というふうに書かれているわけです。 この戦争の違法化の歴史をですね、ひっくり返したダメです。どんな大国でも。私の文章に移ります。第一期、ブッシュ政権がスタートしたとき、枝野さんと一緒に訪米したことがありました。開票の混乱による分裂を抱えて、ブッシュ政権は、エニンシングバット・クリントンをはじめ、 アメリカの強さを固持しようとしていました。今まさにエ n y t h バ n g but、Obama、ですね。トランプ政権というのはエ n y t h i n g というのはクリントン政策以外は政策は絶対やらないということですね。今オバマ政策全,全否定から入っているわけですね。アメリカの強さを固持しようとしていました。そして国際社会の枠組みや京都議定書への取り組み、 NPT と核不拡散不拡散についても独自職を打ち出そうとしていましたね。その半年後に911テロが起きて先制攻撃論が浮上します。プレ e ンプティブアタック。t t よその国にテロを仕掛けるようなものには国連の加盟国であろうと先制攻撃が許されるという極端なネオコンの論理です。 先制攻撃論についてはどう思いますか世界中をアメリカの属国にする先制攻撃論。ここで枝野さん面白いこと言ってるんですね。枝野、先制攻撃論は一見もっともらしく見えるけども、国際社会は全て力で解決するという議論なんですね。あそこが危ないと思ったら、実際に悪いことをしなくても、 つまり武力で他国を攻撃していなくても攻撃できてしまうわけです。まさに今回のソレマニ長官。あの時何か攻撃してたわけじゃないですよね。これは誤解を恐れずに言うと、百歩譲ってアメリカが言うならセクト力があります。アメリカが言ってるんです。なぜならアメリカが今地球上で唯一自分の国を 自分たちの軍事力で守れる国だからです。今はもうこうじゃないですね。アメリカのミサイルよりも、ロシアが作ったアバンガルドっていうミサイル、あれ、マッハ27ですよね。ちょっと海の方に。しかし、この議論を他の世界各国が認めてしまったら、 みんながアメリカの言いなりになるしかありません。お前の国は攻撃してきそうだから、先制攻撃をするぞと言われた場合、誰も国際法的には止める力を持ち得ません。で、武力では圧倒的にアメリカが有利、世界中がアメリカの属国化するという議論なんです。だから先制攻撃論に対しては、アメリカ以外の国はやはりそれはおかしいと言わないといけないのです。 今私はですね、尖閣諸島開拓の日、記念のためのですね、条例を、制定をお祝いするっていう会から、一回ホテルに帰ってきました。今ですね、これ10年この会が続いていて、そしてその式典でも挨拶をしましたけども、この1月の20日から、 え、領土主権展示館というのが、虎ノ門にですね、え、拡張してまたオープンになるんですね。ぜひ皆さん行かれてみてください。中国公戦によるですね、力による現状の、え、変更と、えの圧力ってものすごく高まっているんです。この目の前の平和な海、この平和な海を保たなければいけません。え、枝野さんの文に戻ります。 実際、どこかがおかしなことをしたときに、自国を守る。これは自衛としてあるかもしれません。あるいは国際社会が共同して、国際社会への脅威に対してコンセンサスに基づいてやりましょう。これも現実にそういう国がある以上は許されるでしょう。ところが、一国が独自の判断で、いつでも何でもできるという先制攻撃論は、 アメリカだけにフリーハンドを与えることと同じなので、まさにもう今を予見してますよね。アメリカだけにフリーハンドを与えることと同じなので、日本がこれを認めることは、日本がアメリカの属国になるということを事実上認める話なんです。そのことに気づいている人は少ないですね。属国になるというかもう今、本当に属国のような扱いをされているわけです。 私2004年でしたかね、この本を書く前に、アメリカの友人から呼ばれてですね、歴代の CIA の日本担当という人たちと話をしました。彼らは随分お年を召してましたけども、自分は年取ってるけど、明治の生まれじゃないとかですね、そういうその、まあこれジョークなんでしょうね、そういうジョークを言いながらですね、カゼロさん、あなたは金にも転ばず、アメリカにも転ばず、そして、 日米の地位協定を改定しようと今やっていて、ホストネーションサポートと彼らは言ってましたけど、いわゆる思いやり予算ですね。思いやり予算の増額についても、強く反対を民主党の中でしているようだけども、原口さん、やっぱりね、私たちは同盟国だから、そして、アメリカに逆らった人たちのファイルがここにあるけども、見てごらん、この悪事のファイル。私たちはいつでも、 何でもできるんだよという意味のことをですね、英語で遠、遠回しに言われたのを今でも覚えています。今私が言った直訳した日本語でそのまま言ってませんよ。もっと遠回しに、原口さんは本当にいろいろ活動してますね。予算委員会も財務委員会もやってますね。でもみんな知ってますよ。あなたがお金で転ばない人であるということも、 だからそういう人は殺すしかないんですよねっていう意味に私は聞こえました。ま、実際そんなことを言ったかどうかっていうのはもう記憶の果てなんで、あれですけど、本に戻ります。アメリカに属国になるということを事実上認める話なんです。そのことに気づいている人は少ないですね。原口、確かにそうですね。その指摘はあまりされていませんよね。つまり、 主権国家である限り主権が尊重されないと、結果的にはアメリカの先制攻撃を誰も止められない。アメリカの言うことを聞かざるを得ないんですね。国連憲章は2つの場合だけそれも限定された条件付きで武力行使を認めています。それくらい限定されているにも関わらず先制攻撃論を採用してしまえば、国際法的に言うととても大きな 結果に対するステップになってしまいますね。枝野。アメリカが言うのはアメリカにとって有利だからです。だけどこれをアメリカより軍事力で弱い国、要するにアメリカ以外の全ての国が容認するなんてことは論理的にはありえないんです。この辺のあの論理の立て方が枝野さん、本当にあの現実主義者、ロ,ロジカルですね。さすが弁護士だなと思います。原口。 全て属国になってしまいますね。アメリカがお前の国はおかしいよと言えば、いつ先制攻撃されても文句を言えないということですから。アメリカとの関係では、日米安全保障の枠組みについてはどうお考えですか今ですね、保守とか革新とかで分かれている場合じゃないんですよ。右とか左とかじゃないんですよ。いわゆる戦争や従属か、それとも独立かなんですよ。金融イエナに、 汁を吸われながら、その人たちの奉仕者になるのか、それとも額に汗して働く人たちの奉仕者になるのか、この違いなんですよ。だから今、再結集のところでですね、いろんな報道がされてますけども、穏健保守の国民民主党を守ってくれっていう人がいるでしょう、そんなのよく考慮を読んでくださいねって、私。 あの、必ず申し上げるんですね。間違っても、今までの右とか左とか、星とか確信じゃないですよ。今日も今申し上げたように、尖閣記念の日で、この後、市の式典にも出ますけども、またライブ配信いたしますが、右、左じゃないんですよ。右っていう人で領土でもどうでもいいと。右っていう人でも、本当にその、 外国企業からお金をもらってですよ。そして外国企業のために働くんだったら、見かけだけの保守じゃないですか。さて、次へ行きます。これもすごく大事な論ですね。日米安保に変無性はない。日米安保に変無性はない。お、でかくしてるんでちょっと見えない。 日米安保に変無性はない枝野、折しも日本の核武装論を議論すべきだみたいなことが出てきていますが、私はまさに日本が唯一の被爆国として、戦争被爆国として、核拡散防止、核廃絶に向けて努力をすべきだと、すべき責任、役割があるし、国民感情的にもそうだと思います。 ただ国際社会には現実に核を持っている国がある。そうした中で、日本が自らは非核三原則の中で核廃棄に向けた戦闘に立ちますと。核廃絶に向けた戦闘に立ちますと。その代わり核を持っている国がある以上、核抑止力に対して裸であるということには不安があるかもしれない。だから我々は核武装をしない代わりにアメリカの傘に入ります。 これが今までの論理だったわけですね。私はこれは、日、日米の同盟関係は対等な同盟関係だと思うし、日本にとっても国際社会にとってもいい同盟関係だと思います。もし日米同盟がなければ、日本は核抑止についてどう考えるのか、必ず唯一の被爆国だからこそ日本は持つべきだという話が出てきたと思いますよ。 でもそれをやらない代わりにアメリカの核の傘にそこだけは入るアメリカや国際社会にとってもその方が安心でしょ日本の科学技術力をもってすれば核を作ろうと思えばすぐにでもできるわけです核を持たないということが国際的な力関係核のパワーバランスの面からだけでなく同時に唯一の被爆国として 核廃絶に向けて戦闘に立つと言えることはみんなにとってハッピーだと思います。原口。よく日米安保を言うときにことさら変無性を強調する。変無性。アメリカが日本を守ってあげてんだと。日本は何もしないと。こういうことをよく言う人がいますが、これは今枝野さんがおっしゃった核のパワーバランスという意味でも間違ってるし、前提となる 変無性の部分も間違っていると思います。変無性ってこう書きます。片方が義務を持つと。これですね。在日米軍を日本の自衛隊でが守ってるし、先ほどもですね、自衛官の方とお話をしてきました。式典でですね、お隣におそらその土地や基地や お金も提供している、偏無条約だといって、自らの、自らの国のディスアドバンテージですね、不利なところを認めるなんていう政治家がいるなんていうのも、もう信じられない、ためにする議論じゃないかと思いますと。枝野、全く同感です。政治家としてちょっと不思議だと思うのは、日本の政治家が日本国民に責任を、対して責任を負っているのと同様、 アメリカの政治家は、アメリカの国民に対して責任を負っています。アメリカの政治家が、編務的な条約を半世紀以上にわたって容認し続けるはずないで、ないんです。アメリカは日米同盟に基づいて、日本を守ることによって、負担するリスクやコストと同等以上のメリットがなければ、日米同盟なんか結ぶはずがない。 だから、変無制なんてありえない話なんです。ふ、普通の政治感覚を持っていれば常識だと思ってるんですが、全くこの通りなんですよね。変無制とかよく言うわと。前もあの、朝の挨拶で言いましたけども、アメリカが日本にいるのは、第一、日本の再軍備官を蓋としているんですよ。日本を再びあのようなことにしないように。それから、 あのようなことっていうのは世界、アメリカと戦争してですよ。そして、まあ悲惨な世界大戦になったわけですけども、そういったことをしないように。それから二つ目は、この日本の基地からですね、世界の4800カ所ぐらいじゃないですか、アメリカが、あの、基地を海外展開してる拠点は。多すぎるんですよ。無理なんですよ。80兆円以上の、 国防予算って考えられないでしょで、それを賄うだけのものがもうな,なくなってる。いや、とにかくその日米安保の二つ目の機能は、世界の約三分の一をですね、ここを拠点にですね、展開できるだけの、その拠点の意味を持つわけです。で、三番目が日米で協力して、この地域を平和と安全を守っていると。この三つなんですよ。 一方的に日本を守ってるわけでは全然ない。むしろ、日本の自衛隊が米軍を守ってる場合もある。それはもう、昔はですね、その装備力も、もう全然話にもならなかった。だけど、差が大きくて、今は、被害の差は埋まってきているし、しかもデータリンクでつながってるわけですよね。さて、これで最後に今日します。 核をコントロールできない時代。原口、国会では必ずしもそれが常識ではなくて、つまり、変無性がある、ないということですね。要するに、アメリカ軍が攻められたときに、日本はそれを助けることができない。だから集団的自衛権のところで縛りがあるから、変無性だなんて、これは論理の飛躍であって、日米安保条約が変無条約であることの証明にはならないですよね。 もう一つ、核の抑止力についても、核の廃絶に向かうことこそが最大の抑止力ですよね。国対国の脅威だけではなくて、相手がテロリストというような非対称性の脅威になってきた21世紀に、果たしてこれまでの核の抑止力という概念が通じるのか疑問です。むしろ、核が世界に2万7千発もあることが、核拡散のリスクを高めています。 2000年のミレニアムサミットでも核の廃絶を潰したのは核保有国でしたし2005年もそうでしたインドの核保有を事実上認めてしまいましたけれども核保有そのものが悪であるということを言い続けなければならないと私はそう思います枝野全くその通りです広島と長崎の犠牲の上に尊い犠牲の上に それ以降の60年間、人類は、なんとか核をコントロールしてきたけれども、おそらくもう限界に近い、北朝鮮の尊い命の、広島と長崎の尊い命が失われた、その犠牲の上にあるということを忘れてはならないと思いますね。北朝鮮の核実験などはまさにその限界を象徴する事例です。 いつどこで誰が核を持つかわからないという状況を、核を、状況は核をコントロールできない時代を意味します。核をいかに管理するのか、これをきちんと議論すれば、アメリカだって核拡散を防止するコストを負担しきれないとわかると思います。イラク紛争は実際ものすごいコストを払っていますよね。当面アメリカがコントロールの責任を負っていますが、 負担できないのなら減らしていくしかないでしょう。もうあれから、この本を書いてからですね、13年が経って、まさにアメリカはイラクから出ててくれっていう決議をされているわけですね。負担ができないなら減らしていくしかないでしょう。日本が本当に同盟国だったら、その提言を一番強く言えると思いますし、そう言うべきだと思います。原口。核の管理のコストという概念が初めて出てきましたね。 今、2万七千発も核があって、どこかでこの核を使った攻撃が起こっていないことの方が、よほどレアな偶然幸運が重なっていると見るべきでしょうね。やはり、軍事力で解決できるものはほとんどないということから、スタートすべきだと思います。憲法の話に戻りますが、民主党としては憲法をどのように守り、どこを変えていこうとしているのか、 まずは憲法の全文について、前文ですね、お聞かせください。今日はここで、えー、結びにします、えー。こうやってですね、あの話をずっとしてきたわけです。えー、また明日、今日はこの後、えー、記念式典で挨拶をして、そしてまた、あの、先島の皆さんと懇談をして、その後、うん 夜中に着く東京着の飛行機で東京に行きます。というか戻ります。それでは皆さん、今日も良い一日を、午後をお過ごしください。